は時間の浪費に過ぎない。私は死んだ後たっぷり眠ります。がっつりまた回してくれということなので、まあ水着をねチェックしろということなんで、まあでも皆さんちゃんと可愛い、これいいね、でしょ、これはもう最強、いや最強だわ。下も、うん、ほら好きでしょこういうの。いや好きでしょってお前やめろよお前俺の性癖を明らかにするやめてくれお前。いや何も想像してない別に。いやいいです、でもこれ白と黒とか僕は好きですけどね、うん、これ皆さんだって自前ってことでしょ。いやいいですけれども、まあ、バブルかお前は。もうガッとこと言ってんの。この日のために楽天のおスラクで治療をしたんだよ。なんだお前は。すっごい昔にお前ダブル朝のが来てたよ。こういう系の水着。いやいやいや。というわけでございまして、今日は天気がいいからということですけども、その海ロケっていうのはちょっと早くないですか。確かに私はちょっと海ロケ早すぎですよと思って。おお。スタッフさんに言ったんですよ。はい。そしたら。番組いつ終わるか分かんないから早めに海の。それは私も何回も経験したことありますけども、番組っていうのは急に終わります、はい、あの何の告知もなく急に終わりますので。実はこの日せっかくなのでとこの2人も実況解説でお呼びした。なんか現場に呼んでもらったはいいんですけど。そうなんですよね、微妙な距離が距離がありますね。いつもの V 見てる時よりなぜか生なのに距離感が疎外感がありますね、僕らはこれ今日ずっと立ってやるんですよね、これ。なんかおそらくそうでしょうね。ですね。行きますと。あれ？あれこっち見てるよ。ダメですダメですダメですもうちゃんダメです、カモメンタルさんとかはダメです。会いたかったわ、そこまでダメ、大きな声はダメです、カモメンタルさんは全く今別スタジオで撮ってますんで。どんな番組よりも早いビーチロケです。じゃあ早速それでは行きたいと思います、はい、コラボレーション運動会。コラボレーション運動会、こちらは綱引き、リレー、玉入れなど運動会で定番の種目同士をコラボレーションした新種目にチャレンジするというもの。年齢によりアダルト、ヤング2チームに分かれて対決。勝ったチームには賞金3万円を贈呈。あ、ひらちゃんも頑張ってね、うん、頑張ってね。ちょっとフォロー外されたじゃん。ひらちゃんが好きになったんです僕は。なんでですか。アダルトライブ見たんですよ僕。すごいアイドルだったのひなちゃんが。あ、これはもうフォローに値するなと。あとは君たちが出てる神チキっていうんですか、それもやたらリツイートくるし、で森も全然違う顔の森がいっぱい出てくるし、そういうのが私は迷惑なんです。コラボレーション運動会、まずは障害物走と生着替えが合体。障害物生着替え走、これは障害物として2つの生着替えポイントを設置。そこで衣装に素早く着替え先にゴールしたチームが勝利となる。さあいよいよ1種目目、障害物生着替えリレー始まります。神谷絵里奈、久保田美沙による戦いになる。これは楽しみですよ。楽しみですね。では1回戦スタート。何に着替えるのか、そしてちゃんと着替えられるのかに注目。位置についてさあ、よーい、さあスタートしました。さあ2人とも勢いよく1つ目の着替えスポットに来ました。ほぼ同時ですね、うん、この辺は。さあここであの筒状のカーテンの中で生着替えが行われているということです。そうですね。さあヤングチーム早かったですね。おっさんよ。さあアダルトチーム、神谷先生何をもたもたしてるんですか、ね、さあ神谷選手ちょっと着替えでもたついております。待って待って待って、
完了して神谷選手も今、2個目の着替えポイントに来ました。久保田選手が何か戸惑っているようです。さあ神谷選手追い抜くことができるのか。おっとちらっと見えました。これミコですか。ミコさんの格好ですかね。大変身を大変身しました。さあ逆転した。おっとしかしヤングチームがさらに再逆転し、田選手の下半身がちょっと難しい。そうですね、着替えがこれは完了しているのかどうかというところも飛び出してしまいましたね、思わず。まあこの辺はもう包み下チェアマンによるこのジャッジがどう出るか、これは判断任せましょう。ちょっとこれはどういうことですか。これはバニーガールちょっと着てないんじゃないかという説が出てますけれども。いや着てます。これ見せてもらっていいですか。来てませんね、これはね。もうこれが後ろですから、これは尻尾ですから。ちゃんと神はこれねえ、ちゃんとこう来てますもんね。来てるよ、ちゃんとね、中のやつも来てますね。来てますよ。はい、というわけでこのレースは神谷の勝利。アダルトチーム10ポイント獲得です。2回戦は新メンバー対決、楠木 VS 前田。ちなみに2回戦はゴール付近に水鉄砲部隊がスタンバイ。これでびしょびしょに妨害する。よーい。さあ一斉にスタートしました第2レースです。さあヤングチームほぼ同時ですね、この辺は。そうですね、同時でしたね。さあいかがでしょう、その着替えっぷりは。なかなか中が見えないですね。ちょっと前田選手チームが進んでいるように見えますが、なんでしょう。あ、ヤングチームが早いですね。ヤングチーム前田選手ですか。おっと一度戻りました。真面目ですね、あの辺は。あ、これはポリスかな。さあポリスの格好に、変身したアダルトチーム早いですね。さあその後すぐにヤングチームも来ました。おっとメイドですかね。着替えがさあどのように進んでいるのか、2つ目の着替えポイントに入っております。なかなかね。さあということで、さあヤングチームいいですよ。さあヤングチームどうしましょう。アクシデントか。さあヤングチーム脱ぐのに苦労しているようですね。この辺すぐに、ね、早い。アダルトチーム早い。おっと、さあどうでしょう、この辺パフォーマンスとしてもいいんじゃないですか。水鉄砲近いな。水鉄砲の攻撃を食らっている。透けている水鉄砲、透けて、おっと、ヤングチーム逆転しましたね。さあというわけでございまして、さあ今の勝負前田の勝利。障害物生着替え走は両者譲らず同点に終わった。さあ続いての種目は網くぐりと玉入れが合体、網くぐり玉入れ。聞いたことないぞ。網くぐりしたことある子は、はい、あ、やっぱり昨日な。そうなんだよな。やめてやめて。なんでなんでなんで。お前がやめてって何なんだ、その変なやきもちみたいなやつ。今からひなと話そうと思ったのに。やきもちだろ、物事好きなんだろお前は。いや好きじゃない。好きじゃないって言うんじゃね。好きじゃないとは言うんじゃねえ。網くぐり玉入れとは、網の中に入った状態のまま玉入れの玉を掴んでカゴに入れるというもの。網がすんごい邪魔。挑戦者は各チーム2人ずつ。アダルトチームが橘月乃、ヤングチームは沢田百瀬。これは一見地味な、はい、競技に見えるんですが、はい、スタミナも使いますし、砂への忍耐力みたいなものがありますね。さあその辺注目したいところです。さあそれでは網くぐり玉入れ参りましょう。よーい。さあスタートしました。網くぐり玉入れでございます。おっと沢田選手が早いか。さあ月野選手も、お月野選手が今、ああ一つ入れました。なかなか苦しんでますね、やはり。そうです、なかなかこういった視線になることないですか、おっとこの中でそれぞれ選手たちが今頭を必死に働かしてます。沢田選手がコンスタントに入れてますね、球を。沢田選手すごく早いですよ。やはりあの、運動神経抜群ですからね。はいはいはい。ダンク決めてますね。好きな選手がダンク決めてましたね。ダンクしましたか。ダンクが始まっちゃいましたも。もつれております。好きな選手も、好きな選手は、そうですね、好きな選手、ダンク選手はでもいいものを持ってますからね。
網にかかった水着の女子4人、なかなかカオスだ。何をしてんの？いや、これ何をしてんの？じゃあ何してんのこれ？これ。いや、モアちゃんすごいって言ったけど、何してんのこれ？ねえ、これ何なのこれ？この競技何なの一体？俺全然分かってないけど、これ何なのこれ？史上まれに見るグダグダの玉入れだったが、強いて言うなら沢田と月乃の活躍が目立った。果たしてどちらが多く玉をカゴに入れたのか。さあ、それでは何個入ってるか各チームのリーダー数えていただきたいんですけれども、このままいきます。リーダー、このまましましょう。このまま行くんですか？どんでもない不思議な映像ですけれども、じゃあこのままじゃあ上の方に投げていただいて数えてください。1、2、3。両者譲らずカウントが続き、そしてさあ、というわけでございまして、この勝負はアダルトチームの勝利。アダルトチーム、これで一歩リード。そんな中、由比ヶ浜にこんな奇跡が。次の競技の準備中、ふと空を見ると、見て、光の屈折で太陽の周りに虹がかかったように見える日雲に遭遇。これはミラクルの前触れか、それとも波乱の前兆か。第3競技発表。続いてのコラボは大声と砲丸投げ。これで大声で一言物申す砲丸投げ。まあ、大声大会、よくあるね、まさか大声大会と、あと砲丸投げ、これを合体させました。まあ、この2つは正直僕も運動会にいねえなと思ってます。はい、やっぱりもういろいろ考えすぎてですね、多分スタッフの方が、多分これ深夜3時ぐらいでしょうね、これでいいやってなったんだと思います。相手チームのメンバーを指名し、大声で一言物申してから砲丸を投げる。その飛距離と大声の内容を堤下がジャッジ。一言物申す砲丸投げ、1回戦は森カノン VS 澤田梨沙。まずは森カノン、一言物申したい相手は。さあ、カノン、誰に物申しますか？黒木ひなこに物申す。黒木ひなこに物申す、できればやめてほしいですけれども、何を言うんでしょうか。それではお願いします。ひらけ、ひらこ、かわいければ何でも許されると思ってんじゃねえ。私も全然のオスメになりたかったのに。うわ、めっちゃ飛んだ、めっちゃ飛んだ。かなり飛びました。そして一言もかなりいい形で決まったんではないでしょうか。距離出てましたね。すごい距離出しましたよ。これは距離いいんじゃないですか。まずは距離の方。ただいまの記録23メートル。23メートルわけないだろ。なんで23メートル、だいぶ違うの。23メートルしたらバカだろお前は。ただいまの記録7メートル。なんで23と間違えた。7メートルと23メートルどうやって間違えた。森、どうしたんですか。ひなこちゃんは、はい、とっても可愛いんです。可愛いがゆえに何でも許されるかと思ってるんですよ。はははそういうとこあるんですか。持ってないですよ。持ってないって言ってるよ。持ってるよね。何でもかんでも許されると思ってないもんな。真面目に頑張ってるもんな、はい、真面目に頑張ってます。彼女は嫉妬してます。嫉妬しないでください。対するはヤングチーム澤田梨沙、18歳がこの人に物申す。さあ、それでは梨沙、誰に物申しますか。さすがなんですね。あら、いいじゃないか、いいじゃない、かかってきなさい。さあ、それではよろしくお願いします。いつもいつも子供みたいにバカにしやがって。今年で19歳。
壊しましたね。記録はすごいでしょうか。まるで野球投げのような形。危険な投げ方です。危険ですよ。ただいまの記録。8m50。8m50。さあリサ、8m50 ですけど今の立花に対するコメントは何なんでしょうか。いやいつもリサのことを子供扱いしてくるんです。子供よりも赤ちゃん扱いするんですよ。赤ちゃん扱いすると立花どういうことですか。いや子供は子供で可愛いなっていつも可愛がってる。妹みたいな感じで可愛がってるらしいですよ。大事に大事に。だ今後はじゃあ立花に対してはちゃんともっと大人として扱ってほしいと、はい、いうことですね。いいですか。嫌です。いやでも今のはまあコメントもそうですけれども距離も出てますんでこの勝負はヤングチームです。2回戦はリーダーさくらのどか VS 黒瀬沙羅。同じ京都出身やのにミーさん一人京都キャラにしようとって。いやでもリーダーですからもう一個キャラクターが乗ってるんじゃないかなと思うんですけれど、ねミーちゃん。ポンコツだから。ポンコツなんですか。神谷梨奈チキチンすぐ寝るぞチキチンすぐ寝るぞそんなことはない。そうだよ、ね、だといや下向いてだけ下向いて。いや寝てます。寝てますか。これはもう皆さん有名な話。なんで寝るんですか1秒で。ライブ終わって、はい、疲れちゃう。この対決勝ったのは今回の勝利はさくらのどかさん。続く3回戦現役東大生さくらゆき VS 坂本まな。まずはさくらゆき一言言いたい相手は前田夏実出てこいや。あらヤングチーム何もしてない。覚えないですか。まあでも聞いてみてから判断してください、はい、さあ東大の一言ですよ。注目しましょう。さあ前田夏実人のファン取ってんじゃねえ。引く引く。今日は衝撃的な一言です。人のファン取ってんじゃねえ。人のファン取ってんじゃねえ。ただいまの記録、はい、よ5m30。 5m30。 どうしましたさくら。ファンを取ったと。私のことを一押しにしていたファンが次々に夏美ちゃんに流れていく。いいですよ。かなりガチですよ。いいですね。いいですね。いいですよ。これは自覚はあるんですか。なんかゆきちゃん推しがついてくれるなっていうのは、ほうほうほう、持ってるんですけど、はい、特にでも何かしたわけではないですよね、はい、で一生懸命真面目にファンの方と接した結果ということですよね、はい、真面目にやった結果ですよ。さくらさんが手抜いてるんじゃないですか。手抜いてますよ。私はいつでも全力です。全力でやってるんですね。全力です。ってことは顔になるでしょうね。ってことは顔になるでしょうね。全力で全力でやってるんだと。素顔いっぱい出ないでください。やめてください。どっか行くの。もっと暴走しております。海に向かって突っ走ってきました。東大生の暴走が。そこにいてください。どうせ入んないんでしょ。ねえどうせ入んないんだったらやめて。坂本はこの人のキャラクターに一言物申す。私は水沢舞。水沢舞出てきてください。さあ水沢は何か言われる言われとかありますか。特に覚えはない。あちょっと心当たりはあるかもしれない。水沢舞いつもマイペース気取ってるけどゆっくりな喋り方気取ってるけど本当は早く喋れんだろ。これは何ですか。これはとんでもないこと言われてますね。ただいまの記録、はい、4m90。 4m90。 あれ飛ばないな。
ゆっくり喋っているけれども、そうですよ、楽屋ではね早く喋ったりするんですよ。おっとこれはどうなんでしょう、ね、ご法度ですよね、これは。違います、いつもこんなでしょ。早く喋れますけど。喋れる、喋れる、喋れる、いつもこんなですよね。私のせいでユニットの MC が押して怒られたりするので、早く喋る練習をしてるんです。あ、どういう練習してたの、ちょっと見せてもらってもいいですか、その練習。見せてください。私たちカスマスカイドルスティームガールズです。早いよ。できますね。声の質も違いますね。本当のあなたはどっちなんですか。こっちです。これですよね。ゆったりとして可愛いですもんね。これなんですね、はい、信用していいんですね、はい、あっちが嘘つきです。嘘つかないでください。まあでも今のは、桜が5メーター30、坂本が4メーター90、まあ、内容も含めて桜の勝利。俺はやっぱりね。この後ブリッジとパン食い競争が奇跡のコラボ。仮面女子ニュースのお時間です。まず最初のニュースはこちら。カウントダウンエンジャーインザカリフォーに仮面女子が出演します。インドネシアのジャカルタで開催される6万人規模の大型音楽フェス、仮面女子が出演するのは6月6日土曜日です。見に来てください。次週コラボレーション運動会完全決着、見たことない競技が続々登場。そして注目は全員リレーと変顔がコラボを果たした最終種目、果たして勝つのはどっちだ。乞うご期待。全てはここで起こってる。ジャカルタのオタクも熱くて面白かったです。仮面女子のヤンバ全力だね。コラボレーション運動会、これまで3競技を終えてアダルトチームがリード。この先どんな展開になるのか気になる。第4競技はブリッジとパン食いがコラボ、ブリッジパン食い競争。なんだこりゃ。ブリッジやったことあるでしょ、皆さんね、はい、パン食い競争もやったことあるでしょ。ないんです、それが北海道では。どんだけいるんだ、北海道に。ないんです。北海道何食べんだ一体よ。鮭食い競争。いや大変だわ、逆に大変だわ。ブリッジパン食い競争とはその名の通り、ブリッジしながら行うパン食い競争、見どころたっぷりだ。そして実況解説はせっかくのビーチロケなのでお越しいただいたこの2人。非常に楽しみにしていた曲です。あ、そうですか。ブリッジはですね、以前にこの番組でやろうとしてお蔵入りになってしまった企画がありましてね、その G 愛称に、出ていた神谷選手でございます。さあ、ブリッジで進んで最後にパンを食べるということです。ちなみにパンはランチパックです。そうですね、これも
国際ルールにのっとっております。あ、これはそうなんですね。1回戦に登場するのはこの2人。アダルトチームは学生時代卓球部だった神谷絵里奈、ヤングチームは運動神経に自信を持つ川村奈々香が登場。よーい、やはりね、この砂浜でのブリッジというのはまたね、違うんですよね。なるほどですね。川村選手がブリッジできてません。大丈夫でしょうか。川村選手は早いですね。神谷選手が全然調子が出ない。そうですね、ブリッジできてませんね。川村選手、頭引きずりながら行きました。頭引きずってますね、確かに。ブリッジができてませんね、大丈夫でしょうか。神谷選手、これはコインになってしまったか。第1レースはヤングチームの勝利。どうしたんですか、納得いかないって言ってましたけど。納得いかないよ。ブリッジできてないもんだって。お前できますよ、ブリッジできてなかったもん。だってスタッフさんに綺麗なブリッジって褒められた。いやだから、でやってみじゃん、ちゃんと。どこがだよどこがだよ。どこ見てんの、あいつ。どこも見てねえよ。神谷選手、調子が悪かった。ブリッジが成功しませんでしたね。 GI 賞でのあのブリッジは見ることはできませんでした。川村選手なんかこう頭を砂浜にこう擦りつけるような形で進んでいる。すごく泥臭いプレーで。そうでしたね。まあ泥臭いというか砂臭いというかね、そういうプレーが。そうでしたね。すごく良かったです。2回戦はこの2人。アダルトチームはダンスが得意な G カップ水沢麻衣、ヤングチームは小学生で跳び箱を8段跳べたという久保田美沙。位置についてよーい。あ、ブリッジ、きれい、きれい。おっと、久保田選手のブリッジ高い。久保田選手のブリッジ、きれいですね。高いね。しかし前になかなか進まない。前になかなか進まないです。ブリッジ上手いんだけど。ブリッジ上手いんだけど。ブリッジ非常に上手いけれどもさ、久保田選手は見てて気持ちの良くなるようなブリッジですね。久保田選手のブリッジ綺麗ですね。さあ、それに比べ水沢選手はブリッジ見てみない。水沢選手なんか独自の進み方してますね。いいですよ、水沢選手の。やはりいいもの持ってますね、水沢選手は。さあ、ここはヤングチームが速い。さあ、そしてランスパック、スクランブルエッグアージ。ヤングチーム、久保田選手は取った、取った、そして超えた、超えた、超えた、いけいけ。この大事よ、風があるから、風があるからね。さあ、足が風があるから、さあ、頑張って、頑張って、まだまだまだ、足まで、足まで、ゴール。ということで、第2レースはヤングチームの勝利。何でしょうか。ヤングチームのメンバー仮面女子にいないんですけど。え、誰ですか。いませんでした。金太郎みたいな。あれ、仮面女子に金太郎いませんか。全然違った。すいません、一旦そこでブリッジだけしていただいてもよろしいですか。確認したいんで、ちょっとどういう。いましたよ。いましたよ、この子。面白ブリッジすぎませんかね、いくらなんでもね。さあ、久保田選手、まあおバカおバカとは言われてましたが、このブリッジは大変綺麗ですね。さあ、これかなり背骨に来るんじゃないですかね。背中に負担が来るんじゃないでしょうか。綺麗なブリッジでした。綺麗なブリッジでした。ありがとう。久保田の気迫のブリッジでヤングチームの2連勝、同点に追いついた。さあ、続いてのコラボは障害物競争とパンクイと生着替えが合体、障害物パンクイ生着替え層。これは障害物として設置された生着替えポイントで衣装に着替え、続くパンクイポイントで素早くパンをゲットし、先にゴールしたチームが勝利。意外と単純だ。1回戦はこちらの2人。アダルトチームは
空手手段の腕前を持つ月野モア。対するヤングチームはテニス歴9年の黒木ひな子。これはかなり難易度の高い、種目ですよ。本当のアスリートではないと、なかなかいい成績残せない。なかなかこうアスリートの中のアスリートが挑戦するようなかなりマニアックな種目ですね。そうなんですね。やっぱり有名選手でいうと どういった選手がいるんですかね。ナターシャとかですかね。どこの国の選手ですか。ロシアです。ロシアの選手。さあ今スタートです。さあ来ました。さあ月野選手と黒木選手、これは注目の戦いですね。おっと風が吹いております。風がいいいたずらしてますね。さあ特に月野選手着替えのすごい、おっと早い選手早いですね。月野選手チャイナドレス早さ、そしてここでパングイです。さあこれ、ああいいですね。パングイも、いいですよ。ちゃんとカメラ意識してね、どこにあるか。おっと早い、いいよ。さあそうですね。おっと転んだ。大丈夫ですか。さあアダルトチームもうゴールしたにもかかわらず、ヤングチームはまだ着替えに手間取っています。助けてー。ひなこちゃんは一体何をしてるんでしょうかね。そうなんだよ。パン食べる。パン食べたい。パン食べる。はいはいはい。あ、はいはいはい。何してたの今。ボタンがご丁寧についてるからさ。私もついてたよ。彼女は一体本当に何をしてるんですかね。なんであんなたくさん の介護が必要になってくるんですかね。一番リサがかわいそう。そうですね。リサだいぶ悲しいでしょうね。リサ真面目ですね。ずっと待ってますね、やっぱりね。どうしたんですか。なんかトラブルがあったんですか。パンついてて本来だったら取ってないとおかしいもんな。そりゃそうだ。この勝負ヤングチームの勝利。はい、そうパンも早かったし、ちゃんと着替えてはいるんだけど、やっぱ誰も手伝ってくれなかったからひなのこと。いや可愛いから何でも許されるんだ。多ければ何でも許されると思って。まあね、今の勝負でもね、アルミチームの勝利。2回戦はこの2人が対戦。アダルトチームからは先ほどブリッジに失敗した G カップ水沢麻衣。ヤングチームはフィギュアスケート歴6年星愛菜。ちなみに2回戦はゴール付近に水鉄砲部隊がスタンバイ。これでびしょびしょに妨害する。位置についてよーい。さあ両者ともいいスタート切りました。はい、ほぼ同時ですね。ほぼ同時ですね。風が強いですね。風強いですね。さあヤングチーム星選手、着替えのカーテンが全く、はい、意味ないですね。おっと丸見えですね。大丈夫でしょうか。あれは何を着てるんでしょう。赤い衣装が見えますね。何個ですかあれは。やはり衣装によってね、とても着替えにくい衣装、着替えやすい衣装あるんじゃないでしょうか。まず出てきた瞬間のインパクトっていうのは非常に大事ですからね。お、しかし、あ、ここはいいです。おっと、早い早いぞ。星選手、ヤングチーム星、おっと水沢選手も着替えました。いい戦いだ、いい戦いだ。パントゥ競争です。いい戦いだ。さあ、帽子が崩れてしまった。全身タイツの、全身タイツの、お、星選手ゴール。星選手はゴール。星選手ゴール。さあこれは早かったですね。早かったけど何ですかこれ。何ですか。全身タイツ、赤の全身タイツですよ。かわいい。この勝負はヤングチームの勝利でございます。星選手なかなかいい記録出てたんじゃないですか。そうですね。ナターサ選手のその記録とは比べてどうですか。2秒抜きました、ね、抜きましたか。世界記録ということですか。まあでも追い風参考かな。これは多分公式には残らないでしょう。あ、そうなんですか、ね、1勝1敗で両チーム同点のまま、均衡を破るのはどっちだ。さあ続いての種目は綱引きとスイカ割りが合体、綱引きスイカ割り。これは綱引きをしながら両端に置かれたスイカを先に割ったチームが勝利というもの。メンバーの役割は最後部に目隠しをされたスイカ割り担当、綱と最後部をつなぎ止める接続担当、さらに周囲からスイカの位置を教える指示担当と分かれており、チームワークが大切となる。アダルトチームはさくらのどかが指示、
森が接続、橘がスイカ割りという布陣。ヤングチームは黒木前田が指示、川村が接続、久保田がスイカ割り。まあ、今までは個人戦が多かったですけど、もう総力戦ですよね。もうヤング対アダルト、はい、両チーム全員参加の総力戦、勝つのはどちらのチームだ。意外とドキドキしてきたぞ。さあそれでは綱引きスイカ割りに参りましょう。よーい、さあ始まりました。さあまた互角ですね。ええ、さあ頑張って、もう届きますよ、スイカで。あ、届いている。さあどっちが先に割るのか。おっとヤングチームが割れた。終了。というわけでこの勝負はヤングチームの勝利。これはなかったですね。ヤングチームすごい、完全に割れましたね。意外と早く決着がつきましたね。今の戦いどうでした。盛り上がる直前に終わったというもうちょっと見たかったですね。もうちょい見たかった。よかったな。よかったね。いや、潰したら声で分かったろ。どう考えてもおっさんの声だろ、一人だけ。お前どうでしたか、スイカ割った感触は。いや、もうパキパキですよ。パキパキかどうかあれだけど、でもよかったね。さあパパども、ちょっと何だったんですか。か弱いんです、私たち。ヤングより。いや、ちょっと力も負けてるし、スイカも全然割れないし。ごめん。いや、スイカ割る力がちょっとなかったじゃないですか。当たってんのに割れてなかった。アダルトチーム立花、距離は届いていたのに全然当たってない。綺麗にスイカを避けているようだ。総力戦に勝ち抜き、ついにヤングチームが一歩リード。さあいよいよ最終戦、気になる種目は変顔とリレーが合体、変顔レインリレー。運動会で変顔ってなんだ。運動会の目玉、まあ、リレーね、これはもう目玉ですよね。それとも運動会の一番の花形変顔、こちらもですか。あれですよ、よくアイドルがやる可愛いを残した変顔の場合はアウトにします。ダメダメダメ、あれ僕大嫌いです。口だけやって目をこうありますよね。これは変顔じゃないです。あれはダメです。ちゃんと変顔してください。そしてこれはもう勝った方が優勝でございます。変顔全員リレーとは、折り返し地点にあるカメラに3秒間変顔を披露しながら行われるリレー。先に全員がゴールしたチームの勝利。変顔は3秒きっちり測りません。彼女たちの両親に任せます。アダルトチーム行くぞ。ヤングチーム行くぞ。いよいよ最終戦、果たして勝つのはアダルトチームか、それともヤングチームか。正直こんな接戦になるとは思っていなかったので、本当にちゃんとした最終決戦になったぞ。さあそれでは最後の競技、変顔全員リレーに参りたいと思います。よーい、さあスタートしました。さあ予測も早いですね。もっとヤングチームも早いですよ。前田選手もさあ変顔出ました。予測もアダルトチーム、ヤングチーム、いい変顔出ました。足速いですね、前田選手。そうですね、構えなかった。さあ2番手が、黒瀬選手が先に来ました。変顔、あ、かわいいな。次の選手の変顔、あ、一瞬いい変顔出ました。2人ともね、ちょっとまだ自分を捨てきれてない、さあ黒瀬選手速かったですね。さあそして続いて、すごい走りだ。森選手早い。さあそして坂本選手も来た。森選手よ。坂本選手の変顔良かった。森選手一緒でしたね。中
から変顔してたっぽかったですけどね。さあここでちょっと遅れ取りましたかね。ちょっとここで遅れ取りましたかね。ここでちょっと遅れ取りましたかね。やばいよ。ここでちょっとなんか走り方おばさんですね。走り方おばさんですよ。ただのやばい。遅い遅い遅い。1番やっちゃいけない。バトン。あ、来た。変顔。あ、かわいい。かわいい変顔ですね。水沢選手、かわいい変顔でした。モモス選手も、かわいい変顔。かわいい変顔になってますね。かわいい変顔ですよ、皆さん。かわいい。そして、神谷選手。神谷選手、来た。この間、激しいのちょうだい。激しいの。迷いがあるな。迷いがある。思い切った変顔欲しいですね。ヤングチームはどうだ。いいでしょ。ヤングチーム出ました。さあこれは、アタックチームがリードですかね。アタックチームリードしております。さあこのままするのか。さあ行きましょう。篠木選手どうだ。あー結構大胆な変顔。変顔の最中に抜かれた。変顔の最中に抜かれた。変顔に時間かけすぎたということもありますが、ヤングチーム、さあいい勝負、いい勝負。さあ川村選手早い。いやしかし川村選手、さあ森加納選手も早いですよ。さあどうなる。いい勝負だ。森加納選手抜くことができるか、抜くことができるか。川村選手が早かった。森選手届かず。逆転勝利。ヤングチームの逆転勝利。うずくまって立てない森選手。おっと残念でした。ヤングチーム勝ちましたね。さあということでこの勝負はヤングチーム勝ったので優勝はヤングチーム。さあヤングチームの勝利ということになりました。確かにアダルトチームの変顔は長かったですやはりそこはまあサービス精神といいますか、まあこの辺はやはりなんていうかね、ゲームに負けて勝負に勝つというか。なるほど。アダルトチームのそのお客様を楽しませるという気持ちが、まあ、勝負の勝ち負けよりも勝ったということですかね。ただ変顔がちょっとこうやっぱ指を利用する変顔が多かったのが気になったんですが、ね、ちょっともう一回変顔だけ改めてね見たいんですよね。かなりストッパーをねまだ外せてない方がいました。もうちょっと解放してその辺やはりあの全力でまさに森選手森選手もう走ってる途中からほぼ変顔になってるっていう見習ってもらいたいですね。アダルトチームはいかがでしたでしょうか。もう悔しいんで。なんか文句があるならば今のうちにアダルトチーム文句はないんですけど、はい、最後のリレーで、はい、かのちゃんポロリしてたんですよ。ポロリしてましたポロリしてましたびっくりした。一生懸命走りすぎちゃってこの水着でポロリしたらもう終わりですよ。ビキニでもなんでもないのに。あとリーダーがエグかったっすよ。足の遅さが近所に買い物行くババアですよ。あのスピードオンエアは多分スローにもなってると思いますね。面白すぎましたので、さあ優勝したチームには3枚目の商品券。じゃあアンカーカムラ、はい、じゃあおめでとうございます。皆さんご覧ください。さらにこの後エキストラマッチリーチで寝袋取り選手権の Yes, yes, yes! ビーチで寝袋取り選手権。水着で足が絡み合いまくる。寝袋も完全に壊れたぞ。全てはここで起こってる。
は時間の浪費に過ぎない。私は死んだ。たっぷり眠ります。寝袋取り選手権1回戦第1試合、出場者はご覧の8人。8人で4つの寝袋を争っていただく。さあ、それでは参りましょう。曲は仮面女子の元気だれでございます。よーい、スタート。さあ、スタートしました。はい、オリコンで1位にもなったこの曲に合わせて、今回っております寝袋の周りで。注目は川村選手ですね。ええ、川村選手、前回優勝しておりますから圧倒的な優勝でした。さあ、今日はどんな、寝袋インを見せてくれるのか。この回ってる体の動きいいですよ。あ、切れてますね。あ、カメラへ向かってのアピールする余裕もあります。自信が見えますね。さあ、曲調が変わりまして、どこでストップするのか。さあ、そうですね、カノンはずるいですね。寝袋の前でヘッドバンすれば入れると思ってますね。あいつも少年王から出ましたね。まあ、今回はあの水着でやっているという点にもまあ注目したいですね。さあ、どうでしょう。おっと、足だけを使っていいんです。おっと、森選手早かったか。川村選手が意外と苦戦してる。川村選手、いや、取りますね。やはり取りますね。一つのところで入り合ってます。あーっと、川村選手、いや、しかし強い。強い。終了。さあ、見させていただきましょう。まあ、まずヒナ、そしてカノンは OK でございます。そしてここですね。ここはどうでしょうか。こっちでもこっちの方入ってますね。でもね、リーダーの方入ってます。足長いもん。これどっちでしょうか。まあ、これリーダーですね。こちらはリーダー。さあ、こちらですね。問題はこちらですね。これは誰が入ってる状態になってるんでしょうか。ちょっと見てみましょう。足はでも同じぐらいですね。まあ、一番足が下の子だと思うんですよ。はい、早いあさってる。まずはこれダメ。はい、これも、あ、まあまあまあ、これダメ。おっ、勝利決定。頑張れ。やはり川村選手が強い。やはり川村選手強かった。川村選手の先ほど、まあ、ちょっと入りが遅れたんですが、その後ねじ込んだんですが、あの辺は何か技などはあったんですかね。あれは関西乗りですね。関西乗り、はい、関西乗り、なるほど。クイッチお笑いの世界の時ですね。よくありますよね。クイッチ。まあ、黒木選手なんかも一人で寝袋に見事に入っておりますよね。そうですね。勝ち残ったのは森カノン、さくらのどか、川村奈々か、黒木ひな子。続いて第2試合ですが、1個あの寝袋が先ほどの戦いで壊れましたので、壊れていてもそのまま続行。今度は9人で4つの寝袋を奪い合う。彼女たちも分かってきたのか、さらに激しい攻防が。さあ、それでは2回戦いきましょう。曲は仮面女子の大冒険でございます。よーい、スタート。さあ、2回戦始まりました。さあ、それぞれカメラに向かってアピールしております。結構これ数としては少なめですよね。人数に対して半分になります。一気に半分に減る。危険しないよ。彼女なんで危険しないのか聞いてしょうがないですよね。マちゃん頑張れ。あなた、さあ、神谷選手はいいポジションに取っていた。すぐに寝袋に入りました。澤田選手が さあ、そしてロングスペースどうなってます。月野選手が硬直状態に入りまして、月野選手と立花選手が争っています。終了。ここですかね。まずはここは一体何をされてるんですか。抱きしめられま
抱きしめ合ってるんですか。抱きしめ合う競技じゃないですよ。これはどっちが先に入ったって自分で、はいはいはい、私が先に入ったと、そう、はい、そうそうって言っちゃった。じゃあこっちが勝利、はい、もうそうって言っちゃってるからね。ここはちょっと入ってる量はもうほぼ同じでしたよね。あ、じゃあでもリサは太ももまで入ってる。でもリサはね、俺もうやめてもいいと思うんだよ。いや、あのどこまで肉離れが頑張れるかってすごく見たいと思う。いや、それ見たいのは分かるんだけど、あの回ってる時にやっぱリサが邪魔してた。すごく円の邪魔してた。そんなことない。だからここはリサはアウトでございます。なんだよ。やめてよ。前回もないけど。ここは。ここは何をされてらっしゃるんですか皆さん。これでも一番下に入ってる人ですから多分。あなた何してるんですか。ちょっと立ってもらってもいいですか。嫌です。立ってもらっていいですか。誰が一番最初に入ったの。女が、はい、いや本当に一番だよ絶対上手、はい、ということで、じゃあここはでも面積を置いて好きどもやったやった。さあ月の選手が一番面積を占めていたようです。水沢選手と鈴木選手が見つかった2人みたいな。こういうことある。終わった瞬間イチャついてるような。なるほど。同じ寝袋の中に入ってしまった場合、そうですね。勝ち残ったのは月のモア、黒瀬沙羅、神谷絵里奈、楠木真由。壊れた寝袋は取り替えました。準決勝勝ち残ったこちらの8人から4人に絞り込みます。果たして。さあそれでは参りましょう。曲は仮面女子の全開ヒーローでございます。よーいスタート。さあそれでは準決勝スタートです。さあ参りました。みんな、ね、ちゃんとカメラにアピールして、この辺のけなげさを見ちゃって、いつ音が止むかもわからない中、そうですね、カメラがアピール。おっと森選手、森選手は常にいい選択肢ですね。そうですね、まあ、確かにの抜け目の高さ。おっと、あ、うまい。さあ、ね、さらに森選手はちょうど寝袋の前で音楽止まりましたね。結構ね。おっと、川村選手苦戦しております。さあ森選手熟練の技を見せて、おっと、これがうまい具合に4つの寝袋それぞれ2人ずつ争っています。いいですね。さあ入れることができないか。関西選手は、関西乗りいけるのか。おっといけない。あ、ただ関西のギリギリでいけるか。いけないか。さあ、あっとここで無情の笛が鳴りました。さあこちらはこちらカノンですね。ここ先入った、先入った、赤宮が先入った。どうですよ、先入りました。なんでそんなこと言うんだ。先入ったのな。入ってない。完全に入ったな。嘘ついてる。神が先入ったの。先入りました。絶対。入った量じゃ目指してください。神が。そしてなんとこちらはリーダー。すごい。確実にリーダーですよ。さあ問題ここですね。なんちゃん。疲れました。疲れました。すっごい、そう頑張った。確かに争いを私見てました。これは確実に僕が見てた結果、黒木でございます。先に入ってましたから。先に入って、あなた途中黒木さんのこと蹴ってましたね。横になってる黒木さんを確実に蹴ってましたよね。ここで横になってる人を蹴ってましたから、横になって一生懸命走れてる黒木さんをあなたは蹴りましたね。もし蹴った場合、もし蹴ったならば口に出さなくて静かに右手を開けてください。蹴りました。蹴らないでください。ダメですよ、人のこと蹴ったら。蹴ってしまった。まあでもね、ああいう選手がね、やはり世界での戦いには強いしますね。リーダー完全に入ってますね。リーダー強かったんですね。強かったですね。森選手がやはり森選手は強かったですね。歩くリズムを変えてましたね。まああれは森ダンスと名付けましょう。森ダンス、はい、まるでダンスを踊ってるかのようにして、はい、実は寝袋の前で長時間滞在するというテクニックですね、はい、
決勝は森カノン、さくらのどか、黒木ひな子、神谷絵里奈で争う。さあこの後白熱の決勝戦。一つの寝袋を4人で争い、寝袋クイーンが決定する。とその前に一旦ブレイク。水につながりでこちらの全力 V をどうぞ。さあビーチに戻りましょう。寝袋取り選手権決勝はこの4人。果たして寝袋クイーンに輝くのは誰だ。さあ、最後の曲は夏ということでございまして、仮面女子の夏だるでいきたいと思います。それでは行きましょう。よーいスタート。さあ決勝戦始まりました。さあ森選手ここ早いですよ。さあ、森ダンス出てますね。早くもってゆっくり、はい、ゆっくり寝袋に行くまではかなりスピード速いです。そしてカメラの前でアピール。ここゆっくり時間取っています。ゆっくり時間ですか。さあ神谷選手今度今寝袋の前、黒木選手が寝袋の前。あっとここで音楽が止まればというところですが、決勝戦はいつもより余計に回しております。エビイチ染之助染太郎さんもびっくり。こんだけ回してもギャラ同じ。踊って今は楽しんでますよ、ね、激しくなってきました。ダンスが乗ってきましたね。あの子の戻りが早いよ。さあ決勝戦まだ音楽止まりません。あったあった。おっと、モン選手いいところ止まりましたね。さあ進めます。進めます。4人で1列になるんです。進めます。さあ4人で1並び。黒木選手の足の入れ方がえぐいですよ。本当黒木選手頑張ってますよ。頑張ってますね。いや黒木選手いいですね。悪くない。いいですね。おっとよく、おっと、もう分からない。黒木選手悪くないですね。どうしました。意見ください、意見ください、意見ください。順番まず見てください。はい、足の順番見ましょう。まずないじゃないですか。まあこれ後から入ってる感じで、神の後から入ってる足ですね。これははいはいはい、一番上ですもんね。じゃあこれちょっと見てください。神はダメ、神はダメ。さあここですよね。ほら上に、違うよ先に入れてたのに。さあもうほぼ喧嘩ですねこれ。4人姉妹の喧嘩です。4人姉妹の喧嘩が行われてます。ちょっと足を振ってください。振ったやしな、振ったやしお前。さあお父さんに怒られております。お父さんに怒られてます。ごっしゃごしゃになった決勝戦。誰の足が早く入っていたのか。一番下に入っている足の持ち主が勝者となる。じゃあさ、これ抜いていきますね。さあジャッジに入っております。いいの上だ。あ、でも待ってください。私このまま動かさないでくださいよ。ちゃんと引き裏まで埋めてくださいよ。お、これを見ますと、さあ寝袋を開けて、これはこれは優勝だ。森選手だ。森選手強かった。太い足がずっと痛い痛いって。というわけで2代目寝袋クイーンは森カノン。おめでとうございます。そしてこの後超重大発表。ジャパン、やっぱ全力だね。今年の1月からスタートした仮面女子の冠番組、仮面女子のやっぱ全力だね。これまでアイドル番組ではあまり見たことのないおバカな企画に全力で挑んできた。そしてたくさんの芸能人の方々、さらに日本が誇る大女優三田佳子さんにもご出演いただいた。会えてよかった。当初は放送期間3ヶ月の予定だったが、思いのほか反響も高く急遽3ヶ月延長。
そしてその期日が次週最終回。日本の地下から世界に羽ばたくためにジャカルタで語ったメンバーの本音中の本音。今のアメリカの全てだなと。そしてあの噂のこと。なんでそういうことを言われるんだって思うことがいっぱいね。次週は最終回特別編、絶対にお見逃しなく。全てはここで起こってる。色づいた。